林文子作、なぐさめ。美しい東京の街も、この数ヶ月の激しい変化で根こそぎ変わってしまい、あの見果ての夢のような悲しい都会の営みが、もう何もかも微塵に砕かれてしまった。歩いている人たちは、長い戦争の苦しかった残酷な思い出に、 若い人まで表情のどこかにシワを作って苦味と楽胆とでぼんやりした姿で歩いている。戦争のために大方の家がなくなったことはもちろんだけれども、第一、食べることが極度に苦しくなり、苦面をして買えば小さいイワシ一つが買えないこともなかったけれども、そんなイワシが 一尾四十銭もするというのでは、全くべらぼうなことになってしまった。だけど今はもうあの苦しい戦争も終わって、本当な秩序が少しずつ息を吹き返してきている。荒寮として都会に家はなかったけれども、十吉も家を持たなかった。 浅草で家を焼かれて、孫の清子に別れてからは、すっかり一人ぽっちになり、静岡の弟のところへ行ってみたのだけれど、これも小沢さんで貧しい生活だったので、重吉は二週間くらいして、また東京へ舞い戻ってきて、間もなくの終戦であった。家はなかったけれども、重吉は、 終戦となったことにほっとするものを感じた。矛盾到着の葛藤を引きずったまま大きな敗戦の前に、日本という樹木は本当の神風に煽られているように、たくさんの哀れな落ち葉をあたり一面に振り払っている。一枚の落ち葉である重吉も呆然とこの時代の中に生きてゆかなければならないのだ。 四谷の駅の前で、重吉はしばらく紙幣を眺めていた。下町と違って、焼け残りの一群が、所々にこんもりと樹木に囲まれている。五所の建物も、並木の向こうの霧の中に、けぶって見えた。重吉は、家というものを、美しいと思った。 まとまって清潔に立っている家を見ると、十吉は人間にとって家というものは最大の贅沢品だと思わずにはいられない。あの家の中には女がいる。私の家だけは焼けなくてよかったわねと言いそうな女たちが疎開先から荷物を取り寄せて幸福げに荷ほどきをしている姿が ありありと心に歪んでくる。重吉は、昨日日比谷の公園の中で拾ったタバコの吸い殻を出して竹のパイプに刺した。外国人が捨てたのであろう。火をつけると、いい匂いの煙が漂うていく。重吉は、だんだん吸い殻を拾うのが名人になり、盛り場を歩けば、 五つ六つの吸い殻を拾うことができた。山の手の焼け残りの家を眺めながら、十吉は清子のことを考えていた。無性に清子に会いたかった。三月九日の夜、別れた霧である。小柄だけれど肉付きのいい、笑うと、 小粒な白い葉が清潔そうで可愛い娘であった。まだ十七だったので、十吉はもう生きていられるわけはないと思っていた。用として様子がわからなかったし、自分たちの逃げた墨田公園のあたりには、たくさんの死人も出したりしていたから。ボロボロの電車が走ってゆく。 軽快なジープが走ってゆく。黄昏近い焼けた街は霧のようなもやを被っているせいか、灰色のコンクリートや赤いレンガの崩れたのが、かえって美しい眺めになっていた。重吉は腹が空いていたので、タバコを吸うとぐらぐらと目が舞いそうであった。歩くことが苦痛だったけれど、 止まっているわけにも行かないのだ。五日目くらいには、友達の家へ配給のものを取りに行かなければ、宿なしの重吉には食っていけないのだ。友達の家は、四谷のタンス町にあって、未だに豪車生活をしていた。地下生活は、家族中の体を悪くしていったけれども、 バラックを建てる金もないので、ずるずるとその日暮らしで、穴の中で寝そべっているより仕方がない。以前はタンスの職人だったのだけれど、大田の飛行機会社に職工に取られて、終戦と同時に、豪舎に、変わり果てた我が家に戻っていたのである。十吉も古いタンス職人であった。 二人とも釣りが好きで、よく誘い合っては、泊まりがけで釣りに行ったものであった。父さん、いるかねああ、十吉さんかい穴の中から顔を真っ赤にした東三郎が出てきた。骨組みががっちりしていて、 まるで十吉の息子のように若々しかった。十吉よりずっと若いのだったが、十吉の五十七というのは嘘のように思えた。老けて、まるきり七十の老人のような枯れ方なのである。頭髪は汚く剥げていたし、前歯は抜け落ちて、顎が尖っているのが、年をとった犬のように見えた。 さすが職人だけあって、十吉のいきいきしたところといっては、大きい手のひらぐらいのものであろうか。で以外のところは、すっかり憔悴しきっているのだ。面白くねえから一杯やっていたのさ。おお、そりゃあ豪気だ。闇酒かねえ。まそんなもんだな。 午後8十円で買ったんだが、安いそうだ。穴の中は3畳くらいのもので、ごちゃごちゃと荷物を押し込めてあるので、狭くて座りどころもないようだった。壁の板は白い子を吹いてしまって、指で押せば、ぼこっと穴が開きそうに腐りかけている。 まるっきりどうもこうもねえ世の中になってしまったな。芋一貫目が十五円と来たが、よく世間じゃやっていくよね。まったくだよ。だけどなあ、父さん、昔はよかったね。金市で働いて、帰りは市場でサンマの一皿も買ってさ、おまけにバナナも十銭がとこ買って帰りゃ。 ゲップが出たほど食えたもんだぜ。まるきりお化けみてえなもんよ。出ねえ出ねえと思っていたお化けが出てきたような、滅亡不思議なこんこんちきという世の中に変わり果ててしまった。お前はまだ神さんも子供もあるが、俺は清子に行かれて何もかもけりというわけさ。ただ生きているってもんでね。 でもまあ、面白いもんだよ。これで死んでしまいたいなんて少しも思わないんだがね。一人ぼっちで寂しいから、ええー、くそ、死んだ方がましだなんては少しも考えないね。第一、ありがたいことには何も思ってみたことがねえんだからね。芋のふかしたの食ってゴロリと寝るだけだから、人間ってものも。 万物の霊長とは言えないやね。そうじゃないかね。まあ、いいやね。お互いに生きてるんだものな。これも不思議なもんさ。まあ、一杯やりな。酒でも飲んで、元気つけて、生きていなくちゃ申し訳ねえ。せっかく怪我もしずに、こうして穴の中に生きているんだからね。まったくだね。ああ。 あうめえ酒だね。一杯い,いくらにつくかね。まるで下の上がぐ倉だ。ピリピリとして痺れるぜ、父さん。いい酒だな。酒は百薬の蝶だぜ。一杯い,いくらにつくんだね。ありがたいね。重吉は集めた吸い殻を出して台の上に置いた。 東三郎はすぐそれをもらって火をつけた。神さんたちは船橋へ魚買いに行った。お前のところは金があっていい。金なんかないよ。もう使い果たしてしまって、あと一月もじゃいい方だ。東三郎は七輪に木切れを燃やしながら、 時々重吉に酒をすすめた。重吉は腹が空いていたのですぐ酔った。面白い世の中だったな昔は。まったくだ。もうあんな時代にゃ帰えるめえな戻りっこねえやなみんなが酔ってたかって悪く仕上げたんだもんね。 俺は新聞ってものには一杯食ったなぁ。買った買ったって、買ったことばかり数字が出てるんだからね。閣格,格の戦果っていうやつを、新聞はハンコ押すみたいに毎日書いてやがったもんね。あれにはうまく引っかかったよ。ああ、酒はいいもんだ。この頃こんなめでてえ酒を飲んだことはね。 寂しい暮らしだったからね。もうあといくらも配給のものを取りには来られねえと思っていたのさ。金もなくなってくるし、第一、着るものもねえし。清子さえいてくれりゃ、まだなんとかなったんだがね。お清さんは、ありゃ別品だったね。いい子だった。昔、 赤坂に万竜って芸者がいたが、あの写真によく似ていたよ。ぷっくりしていい器量だったなあ今まで帰ってこねえんじゃ、死んだんだね。だけど、死んだとは見えねえよ。だからさ、戸籍の方もまだ清子の死んだのは届けてねえんだ。生きているような気がしてね。 この間も日本橋でな、夕方ジープに乗っている娘がいてね、ほんのちょっとすれ違う時だったが、それが清子に息き移しでね、茶色の服を着ていたんで違うんだが、3月の晩は紫色の名船の門んを着ていたんだから、違うことは確かだが、時々清子のやつ、 食べることもできねえで、ダンスでもしているんじゃねえかと思ってね。浅草生まれで賑やかなことが好きだからね。ところで、わしたちは、釣りにも長いこと行かないね。どこか行ってみてえと思うよ、父さん。そうだね。いっぺん行きてえな。なんとかしてね。お前と違って。 釣り道具だけは持って逃げて焼けなかったからな。重吉はいい気持ちに酔った。大豆のいったのが魚なのだけれども、重吉にはだんだん竜宮の夢のような虹色にぼけたものが、まぶたの裏をうさんむしょうしてゆく。そのくせ、長い人生のお首を牛のように反芻しながら、 重吉は、その酸っぱい半数の動作に耐えられなくなって、小さい声で歌を歌った。だいぶご機嫌だな。ああ、めっぽういい気持ちになったぜ。持つべきものは友達だ。俺はいい気持ちになったんで、悲しくなっちまった。重吉が拳で涙を拭いた。 切実に清子に思いが走ってゆく。住みかもなく点々としている惨めさが息苦しくなってきた。重吉は台の上に額をつけた。船橋から戻ってきたおかみさんにイワシを三尾ほどもらって、配給の米田の芋だのを風呂敷に包んで背負うと。 十吉はすっかり暮れかけた町へ出て行った。文明が残している最も麗しい伝統の光が廃墟の町に点々と瞬いて行った。どこかで汽車の音がしている。ぼーっと汽笛を鳴らしているのが、焼け野原の夜空に哀愁を込めて。 東京の夜の街は、この荒涼とした景色に永遠に膠着しているのだぞと言ったように、C は新刊として、時々電車や自動車が走って行くだけである。夜霧の深い中を、重吉はふらふらと四つや見つけに歩いて行った。おい、じいさん、何か落ちたぜ。 重吉はびっくりして振り返った。学生のような男が立ち止まってタバコに火をつけている。重吉は急にタバコが吸いたくなった。タンス帳へ置いてきたのが残念で仕方がない。どうもありがとうござんした。重吉は立ち止まって学生がタバコに火をつけるのを見ていた。 カチリと固く巻かれた新しいタバコに火をつける学生の身分が羨ましくて仕方がない。重吉はタバコだけは配給をもらい損ねているので、新しい紙巻きのタバコは長い間の魅力であった。旦那、いい番ですなあ学生は驚いたように、重吉の姿を透かしてみるような格好で、 だいぶいい気持ちそうだね。と言った。飲んだんで <laughs>。どこか飲むところあるのかいいや、何ね。友達のとこでね、呼ばれたんでさ。そうかい。羨ましいね。学生は酒を飲んでふらふらしている男に興味もなかったのか。 タバコの火を一二度赤く吸い込むと、街灯のポケットに両手を入れて、さっさと市街の方へ歩いて行ってしまった。重吉はまた芋を落とした。なんとなく疲労元気もない。もうどうでもいいという気持ちだった。すっかり何もかもに疲れ切っていたのだ。ただ、 無性にタバコが吸いたかった。もうもうとしたタバコの煙の渦が息のように吸いたかった。十吉のそばをゴーゴーと市電が走ってゆく。ええ、あの長靴、千円なら話すって。軍隊からタダで取ってきて千円だって。タダでもらってきたから、 なおさら高く売りたいのよ。二人の若い女が喋りながら歩いてくる。二人とも大きな包みを下げている。十吉は歩くことが嫌になっていた。しんしんと焼きが冷えてきて、酔いも冷めてきそうである。焼け跡の石塀のところに少しばかり暖かそうな場所を見つけて、 重吉はそこへ荷物を下ろした。肩が軽くなるとまた上機嫌になった。体が軽いということはなんという気持ちのいいことだろう。重い荷を背負っていると何もかもむしゃくしゃして仕方がない。重吉はうとうとして両方の膝小僧を抱え込んでいった。 紙にリボンを結んで赤い袴を履いた清子の古風な姿が浮かんでくる。どこかでラジオの美しいピアノの音色がしている。荒涼とした夜景の中にも昔の都会の雰囲気が霧の中に舞い上がっていた。破れた国の破れた美しさが 風のように一瞬通り過ぎてゆく。都会の持つあらゆるものが、廃線と同時に省略された。蛇のような長いものから芋虫のように。都会のこの大きな不幸な姿は、何百人の大義士の雄弁よりも、国民を納得させる力がある。動くがままに、流れるままに、 破れたままに、今宵の街は吹けて行くのだ。しばらくして、十吉にはまた面会者があった。おいおじさん、気分でも悪いのかねダブダブの国民服を着た十二歳の男の子が、十吉の前に立ち止まった。気分なんか悪かねえよ。 酔っ払ってるのかい酔ってなんかいないよ。バカなじじいだな。バカなじじいだよ。カラス。ああ、カーカーだよ。少年は重吉の肩の上に足を乗せた。まるで靴磨きの男でもするように。 重吉は、ぼんやりと目を上げて、静かに少年の足を払いのけた。栄養失調だな、じじいは。ふざけちゃいけないよ。うちで待ってるよ。うちなんかないよ。焼けちまったんだよ。ほう、お前も焼けちまったのかい。焼けたさ。 気持ちよくペラペラと焼けて、灰が残ったきりさ。どこで焼けたんだい銀座。ほう、銀座。少年は、重吉の風呂敷包みを手で掴むと、そのままさっさと暗い方へ足早に行ってしまった。重吉は、黙って見送っていた。あの子供は、 タバコを持ってやしないかな。一口吸わしてくれと言えばよかったと思った。少し風が吹き始めた。夜霧の中に赤い明かりが一つ見える。十吉は立ち上がった。歩きたくもないのに歩かなければ先が遠い感じである。十吉は 腰のポケットから財布を出して、とある明かりの下で十千札を二枚出した。浅草まで帰らなければならないという意識がはっきりしてくる。腹が空いているので胸がムカムカするようだった。ポケットに忍ばせてきたさっきの酒の魚の入り豆を重吉は口へ放り込んだ。 豆をプツンプツンと噛んでいると、重吉は自分だけでも生き残っていることが嬉しかった。浅草ではぞっとするほどたくさんの人が死んでいたものだ。震災の時なんかどころではなく、たくさんの人が焼け焦げて死んでいたが、自分はこうして生きているのだと思うと、重吉は ホクホクするような嬉しさを感じた。でっかい飛行機が来て、毎日毎夜火の雨を降らさないだけでもほっとした。重吉には一人の敵もないのだから、あんな大きな飛行機と戦争するわけがないのである。重吉は外国を知らないから。 たくさんの指定を兵隊にして戦争をしなければならないわけがないのである。重吉は昔の東京の街が懐かしかった。四谷三つ家のそばには三河屋という肉屋があったものだと思った。さぬき屋といううなぎ屋も昔はあった。今は 空爆で跡形もない通りを、十吉はふらふらと歩いて行く。東三郎が芸者の満竜のようだと言ってくれた美しい孫娘を懐かしがって、十吉は今にも両手を広げそうな寂しさを感じていた。はげた頭が金物のように、 ずしりと地面にぶっつかった。重吉は笑いがこみ上げてくるような妙な顔で目を細めた。ちょっと恥ずかしいほど眩しかった。遠くに投げ出した足の上をキーキーと強いきしみ方で重いものが通り過ぎた。全身が火のように熱くなり重吉はうめいた。 理解されない急激な痛みが走ったが、すぐ静まってゆき、何とも言えない揺らくが全身に満ちてくる。地面が石油のように匂ってくる。重吉は、ちょっと哀れみを凝うようにもがいてみた。気が遠くなっていくうちに、重吉の身から血が滲み出してきた。 血の量は真理を語っているかのように、電車のレールにも光っていった。残酷の中で最後まで戦った兵士のように、ひどい傷つき方だったが、重吉は清子の手にも触れたし、甘い声も聞いた。おじいちゃん、バカだね、こんなところに寝て。 早くお家へ帰って、温かいものでも食べましょう。お家なんか、とっくに開けちまったよ。ベランメ、今までどこ歩いてたんだ。心配させやがって。耳の上で、賑やかな音がした。人の声も遠くに聞こえたが、それは夏の日のセミのようでもあった。 少しずつ時が経ち、少しずつ夜がしらみかけてきたが、都会はまだ動かない。夜更けてから輝き渡った月の光が、夜更けとともに、ますます光を増して、雪のように死位は明るかった。お堀の包みのなだらかな地面に、十吉は穴だらけの地下旅の足を出して、 コモを着せられていった。悲劇的な死に方のようでいて、重吉はまるで名誉の死に方のように、仰向いて顔の上にコモをかぶっていた。ひどい死に方ではなく、全く幸福げな死に方であった。無限の自然の中に、重吉は一つの石のように、 そこに長々と寝そべっていた。やがてまた都会は、昨日の繰り返しが夜明けとともに始まり、汽車のポーが聞こえてくるであろう。東三郎は、そのうち一人で釣りに行くことであろう。